ということでですね、まあ、パート2、いきたいと思います。という、で、先ほどお話ししましたけどね、この、まあ、聖書 に関連するお話、ということで、なんですけどね、まあ、今お話ししたのはね、そのアブラハムとかね、神社の構造とか、その神が出てきたヤハウェだとかアラーだとかね、いう話で出てきしましたしたんですけどね、とにかく、まあ、この YouTube はね、まあまあ変な言い方ですけども、本当に全世界でね見ていただけるわけですよね。で、本当に、まあ、いろんなね、ことが起きていると思うんですけどね、イスラム教も、キリスト教もですね、同じ神様をね、祀ってるっていうことがね、本当に分かってるのかなと。さっきお話ししたね、ヤハウェをね、訳すと、アイアムであると。アラーもアイアムであると。もっとおまけに言うとですね、釈迦が出てきた時に命じられた、神様もアイアムらしいんですよね。訳すとね。ということは全部同じ同一人物じゃねえかと。ね。同じ人間なのかなと。まあ人間というか神なわけですね、うん。ということになるわけですね。だからね、ね。まあ、その同じ神を祀っててね、戦ってるんだということはね、まあおかしいというかね、まあどう感じるのかなという部分だと思いますね。というふうに僕は思いますね。で、まあ、という、それとですね、まあ、それとですね、ね、今日はね、本当にまあ、ね、僕はね、話足りないとかね、日頃、なんかね、話足りないとかそういう意味じゃなくてね、重要だと思うからお話ししてるわけですよね。本当に最後の最後まで僕は今日お話ししますね。ちょっと暗くなってきて夕方になっちゃったんでね、ちょっと急ぎ目でお話ししますけどね。そしてさっき出てきましたアブラハムね、これはね、もう一度お話しします。神とね、ノアの洪水が終わった後、初めて預言者として、また、教祖として神に認められた人物がアブラハムと言われているんですけども、ね、そのアブラハムが契約、神との契約した、内容の中にね、こういう一節があります。ね、創世記、創世記、アブラハムと神の契約ですね。神はアブラハムを、祖として認めた。その内容のうちの一つに、こういう、文章があります。ね、神は、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるだろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべてのやからはあなたによって祝福される。アブラハムは主が言われたように
入れたと。ロトも彼と共に行ったね、ということですね。これは僕はね、この文章を読んでね、もちろん僕もね、神様にこういうふうに思われたいと思いますよね。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪うね。もうぜひそうしていただきたいと僕は本当に思います。特に最近は本当に思いますね。まああまりね言ってもしょうがないんだけどね、本当に嫌な世の中っていうね感じも僕は最近本当に思ってるんですけどね。ということはですね、神はね、あなたを祝福するものを祝福する、これはね人間には言える言葉じゃないですよね、はっきり言ってね。あの人間がね、例えばね子供に対してね、お前もねお利口さんという人、僕はねお利口さんって言うからね、バカって言う人ね、バカって言うよってお父さんが言うのとね、全然これ訳が違うわけですね。ね、僕は、あなたはね、呪うものを呪う、祝福する人を祝福するからお金くださいと。ね、毎月1万円ずつ振り込んでください、この口座に。ね、なるわけですよ、人間だったらね。ね、宗教団体じゃない、変なね、そういうところもあると思うし、ね、人間はね、こういうことをやるわけですよ、絶対。お金をね、請求したりね、なってくるけどね。神の言葉なわけです、この、ね、聖書のね。あなたはね、私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う。ね。神様の言葉なわけです。ね。僕はぜひ本当に神様にお願いしたいと思います。僕をね、祝福するものを神様に祝福していただきたい。僕を呪うものをね、神様に呪っていただきたい。で、最近本当にこれ僕の正直な話ですけどね、思ってしまっていますね。本当にね、節操ない世の中というかね、そういう感じが僕はね最近してますけどね。ということでね、皆様もね、路頭に迷った時とかというかね、嫌なことがあった時、この言葉をね思い出していただくといいんじゃないかなと思いますよね。本当に僕はそう思いますね。ということで、まあちょっと暗くなってきたのでね、お話をですねもう少し、ちょっと早めにしようかなと思います。寒いけどね。ということで、アブラハムはね神との契約した時にですね、そういう話をしたとね。またね、まあ、とりあえずね、お話、今日はね、もう最後まで話するってね、いうふうに決めてましたからね、しますけどね。そしてね、最後にね、聖書の終わりの方にね、まあ持ってらっしゃる方はご存知だと思いますけどね、ヨハネの黙示録っていうところがありますね。ヨハネの黙示録、ちょっとね小さいから絶対見えないと思いますけど、ヨハネの黙示録ね、これはね、途中まではね、過ぎたこと、起きたことをね、事実、書かれてあると僕は思うんですけど、ね、
このヨハネの黙示録っていうのはまあ予言ではないかなとね、いうふうに思いますね。でこれはね、まあ簡単に内容どういうものかっていうとですね、まあ要はね、ハルマゲドンとね、いうことなんですよね。まあ最終戦争というかね、最終的なその神とね、神の、戦いね、まあね、要するにね、地上のね、悪はね、一掃されるというのはね、この最後に出てくる、ヨハネの黙示録に出てくるハルマゲドンという戦いのことが書かれているわけですね。ここでね、天はね、悪を、地に封じ込めたと。悪魔の数字666というのが、神の数字777というのによって、封じ込められると、神が勝つという戦いのことが書かれているわけですね。このヨハネの黙示録がね、まあ第三次世界大戦と、それから、ハルマゲドンというのはね、これ第三次世界大戦は人間が起こす戦争なのかなとね。またね、ヨハネの、ハルマゲドンというのはね、神がね、天から降りてきてね、そしてね、悪を封じ込めるね、そういう戦争なんだと僕は理解してますよね。要するに地上の悪はね、その時点で一掃されて、新しい神が統治する世の中がやってくるんだとね、いうことはね、予言されてるのかなというふうに僕は思っていますけどね。それが最終的なそのハルマゲドンというね、いうことなんだと、いうふうに僕は思うんですけどね。僕はね、天使も悪魔もいると思ってますよ、ね。人間の目に見えないだけでね、この辺にたくさん天使飛んでますよ、僕は。もう僕は本当に思ってます。ここに天使がいるなって、目に見えないけどね。飛んでますよ、たくさんね。悪もね、ルシファーがね、多分地球の、ね、内部というかね、地底にね、いるんだと思います、ルシファーがね。ルシファーは悪魔ですからね。だからね、人間が悪を起こすのはね、その悪魔のルシファーによってね、引き起こされてると、いう考え方もあるかもしれない。とするとね、まあ、人間には罪はないのかなと、ね、いうことにもなってしまうわけですね。だからそのルシファーが、ね、人間を操って悪の道に誘ってる。しかしそこをね、神が、キリストがね、そっちじゃないよ、お前の道はそっちじゃないよと、天使を使わして人間をね、正しい道に戻そうとすると、要するにその綱引きが行われていると、とね、その最終戦争が起きるのはハルマゲドンだとね。まあ人間はね、いい行いをして、天のね、神からね、祝福される人間になっていく。それは天使を使ってね、正しい道に引き戻そうとしているのはイエス・キリストなのかなと、ヤハウェなのかなと、天の父なのかなというふうに思うわけですね。ね、またね、そのね、ハルマゲドンというのはね、詳しくどういうふうに起きるかというのは書かれているようなんですね。どういうことかというとね、ユダヤ教の、まあ、第三神殿、ね、第三神殿を建てた後、7年後にそのハルマゲドンが起きるって細かく書いてあります。そんなね、そんなことまでね、この聖書の中に書いてあるわけですね。で、その第三神殿のね、
立てるかどうかってね、今イスラエルのね人たちね、一生懸命やってるっていうことをね、どういうふうに解釈するかっていうことなわけですよね。いつまでもいつまでもね、なんていうのかな、その変な言い方ですけどね、金さえ稼げてりゃいいとかね、国会に毎日行ってりゃ税金が入ってくるみたいな、そんなね政治家いらないわけですよ、本当にね。そんなね奴らに僕はね税金払いたいと一切思わないわけです、本当にね、申し訳ないけどね。きちんとねそういうところをねやってもらえませんかとね、どうでもいいから、もうそんなね、くだらねえその CO2 がどうのこうのとかさ、そんなにいらねえんだもん、本当にきちんとやってくれよ、ね、毎日国会行ったからどうのこうのとかね、偉そうな顔してりゃいいとかそういう問題じゃないから、本当にやめてくれよ、ね、毎日お前報われずに真面目に一生懸命やってる人間がね社会にたくさんいるってね、まあね、金がどうのとか気にしないで真面目にやってるっていう人たちだけがねたくさんいるっていうのにね、バカじゃねえかなって本当に思います、本当にね。まあそれはいいとしてね、という感じでそのハルマゲドンが起きる、というのはイスラエルに第三神殿が建てられた後7年後に起きるというふうに言われているそうですね。その第三神殿、ね、今イスラエルのね、建てる部品まで作ってあるみたいですよね。部品まで全部作ってあるらしいです。もうあと建てるだけなんですよ。ね。建てるだけなんですよ。僕はね、はっきり言います。もう建ててほしい。建てちゃえばいいんじゃないかって。ね。建てたらその後ハルマゲドンが起きるから。ね。その後、ね。その後に、福千年というみたいですけど、千年間平穏無事な世の中がね、神が統治する世の中がハルマゲドンが起きた後やってくると、この聖書の予言の中に書いてあるんですよね。もうだからイスラエルの方たちに僕はね、もう本当にお話ししてもいいと思う。もう第三神殿建ててくださいよね。もう第三神殿建てたらね、ハルマゲドン起きるからね。ハルマゲドン起きたらその後ね、不平等一切ない、ね、神様が統治する、ね、千年間平穏なね、ね、平穏な世の中がやってくるから、第三神殿建ててくださいよ。ね、もういいから本当に、政治家とかさ、大統領がどうのこうのとかさ、もうやらなくていいよ。ね、毎日毎日こっちはさ、ね、真面目にさ、ね、やることを やらなきゃいけないと思ってね、やっててさ、ね、本当にさ、くだらないやつの相手はしたくないんだよ、本当に。だからさ、もう本当にイスラエルの方たち、ね、第三神殿建てていただいて結構です。ね、I want to make third temple in Israel. Okay? Do you understand? I want to build third temple in Israel. Okay? Do you understand? third temple in Israel.Okay, go. Okay, go. I hope to make third temple. Okay, go. というふうに僕は思います。ね。No problem. No problem. Nothing. No problem. Okay, okay.
あの千年間はね平穏無事な時代がやってくるそうですからね、どうぞやってください。僕はそういう時代が来るのを待ち望んでいます。待ち望んでいます。本当にそういう時代がやってきていただきたい思います。 I hope to make third temple in Israel。 イスラエル No problem。 OK。 Do you understand? Many people。 OK。 Thank you。 ということでですね、今日はもうちょっとね暗くなってきましたからね、僕はこの辺で、今日の動画を終わりたいと思います、ね、この話はこの話ですから、というかね僕には僕のねやること他にもありますからね、ね僕は僕の音楽を作るのはね仕事だしね、そういうふうに思っています。来年はライブ映像をたくさんアップしていきますから、ぜひたくさん見てください。皆様それでは良いお年を。ありがとうございました。ぜひ皆様調べてくださいね。ありがとうございました。失礼します。良いお年を。